皆さんこんにちは。で、それではですね、ガイダンスを始めていきたいと思っています。今日はこういうタイトルで話したいと思っています。見えないですね。これ、見えますか。秋からはこう学ぶ体験版プレミアム模擬講義というタイトルでお話を、していきたいと思っております。担当はレック専任講師メニチの佐藤です。で、じゃあ早速やっていきましょうか。プレ講義というところでありますので、私はどんなことを、やっていくのか。で、まず前提として、そうですね、今日配ってたものをちょっと見ていただきたいと思っています。一つはこのレジュメですよね。で、これに従ってずっと、簡単に話していこうかなと思っています。で、少し上げてみてください。で、一番最初のページにおいては、今試験の学習方法というかガイダンスに近い内容が書いてあるかと思います。で、まずこれ簡単に話して、じゃあ各科目について少し、中に入って見ていこうかなと思っております。で、これで、私がよかったら決めていただければ良いと思ってますので、ぜひ、体験していただきたいと思っております。では早速見ていきましょうか。まず概論からですよね。勉強を始める前にとまず書いてあります。これよく借りてくるんですよね。どのくらい試験ってかかるんでしょうってことですね。で、書いてあるように、従来というか私は旧試験だったんで、旧試験の場合は約3000と言われていました。旧小試験とあまり変わらないかなっていう感じがするんですね。約3000、それも社会人で3000って結構かかるでしょ。だいたい9割以上は社会人でありますんで、3000どう取るかというところが一つポイントになるでしょうね。で、今そのぐらいかかるかというと、今免除っていう制度があるじゃないですか。で、これ免除になってれば、確かそれを目指して取るんであるならば、多分そんなにかかんないかなと思うんです。一番いい対策は、もちろんこの時期から担当取る分含めてっていうこともいいと思いますよ。ただ、8ヶ月しかないですね。今9月の末でしょ。で、もう10月11 12 1 2 3 4 5ヶ月、多分5月で8ヶ月ないですよね。この状況で単論ってできるかというと、相当できる方はできるでしょうね。多分何かの資格をやってたことがあってという方だったら可能かもしれません。いわゆる試験慣れしている方ですよね。で、こういう方は別なんですけども、通常だったらどうかなというとかなりきついと思うんですね。担当からだけでも今だいたい800は絶対必要でしょうね。800ないしは昔と違って、今の担当ってべらぼうにくれ難しいんです。特にこの3年ぐらい結構文章長かったりとか、あるいは新しい条文出てくるんで問題が全くないんですよ。だから過去問を見て潰して何とかしましょうってちょっと馴染まないんですね。初見で見て解けるかとなるので、1000ぐらいないと担当も厳しいでしょうね。ここで論文を割いてる時間って本当にあるんでしょうかと。下手するともう一回この講座を取って再受講ってことになるかもしれませんので、できたら避けてもらいたいんですね。そこはできればまず担当を目指して担当にいい点数を取ってもらいたいです。今60点満点で39点、6割5分がボーダーということになってます。もう最低点ってことになって動いちゃってるんでそれ一応ボーダーですよ。で、6割5分だとちょっと心元がないんですけども、できれば45ぐらい、もうちょっと上かな。もしこれができるんだ、取れるんだったら、そこから具体的に聞いてみてください。どうやったら論文まで間に合うのかと。あと一月間あるんですよ。一月で相当変わりますよ。で、それは今の試験って担当に近いんです。特に特実っていう科目ですかね。この科目はいかに早く読めるかっていうのがポイントになると。いろんな講座で言ってるように、そうなんですよ、読み方がこれポイントなのね。で、通常だったら多分問題文読んでずっと時系列で図を書いてって解くんだってやってしまうと、それ解くだけで30分いっちゃうんですね。で、30分いっちゃうと結構きついですよ。で、そうじゃなくって読み方ってあればあります。じゃなかったら試験の先生は出さないので、読み方を教えるのが通常論文講座ってなるんですけども、ただこれができるためには担当知識はそのくらい入っていないと実は難しいんですよ。逆を言うと、担当式試験で、48ぐらい取ってれば一つやったらなんとかなりますよ。で、結構そういう方っていらっしゃるんですね。僕は入門講座って今2本持たせてもらってるんですね。一つは春のワイドっていうクラスです。で、もう一つがこのクラスになるんですけども、
このクラスからの方がっていうわけではないですけど、担当通過率と、あと担当の上の方で受かる方って結構実はいらっしゃるんですね。で、うまくやってしまうと、結構ね、その後、論文まで一気通過という方もいらっしゃいます。大体8ヶ月間ぐらいで論文行くんだってことになりますんで、まあ、それは担当と論文が近いからってことになるんでしょうね、僕はね。で、それで単度を目指しましょうっていうフレーズになっているんだと思います。で、確かにそれはできなくはない。ただ、今年の試験って見ましたかね。特に論文式試験です。ちょっと傾向がガラッと変わりましたよね。問題文見て回答だけっていうのを避けたいんでしょうね。特に実はまだ変わっていないんですけど、特に意匠書評、これはちゃんと文章を書けっていう試験に少し変わった気がするんですね。で、そうなると、そのやり方で受かるかというと難しいかもしれませんね。できれば僕は一応担当とかで言ってるけど、その中で論文に必要なことは全て多分喋ってると思います。できればウェブ講座聞いてもらいたいんですね。おそらく1年目の講座で2年目3年目の中身って言ってると思うんですよ。特に今年出たような独占的通常実施試験の損害賠償っていうところの論点とかね、全部これ言ってるつもりなので、それも聞いてもらいたいと思います。であれば知識だけだったら、担当の知識入ってれば論文の講座って僕は不要だといつも言ってる通りなのね。あとは演習を繰り返せばいいと思っています。で、担当そんなところになりますかね。で、あとね、担当の解き方なんですけど、皆さんどうやっています？通常だったら学問問題解いて、そして条文照らしてみて、ああこうなってるんだと言って解きますよね。間違ってはいない。間違ってはいないんだけども、これ法学部だとこういうことって言わないんですよね、捉え方って。まずどうするかというと、担当問題解いて、まず題って取るんです。題、なぜ試験の先生で聞いてきたのかと解きます。取ります。で、これってね、担当だけじゃなくて論文もこれ絶対必須なんですよ。なぜ聞いたのかっていうのがあるわけです。で、そしてこの題に従って回答を書いてみるのね。書いてみるとか解いてみるんです。通常だとここに書いてある通り、アプローチって2つの観点であるんです。1つは必要性、これ社会的妥当性です。特許の趣旨はこれこれこうだからこうならなかったらいけないってことです。ないしは新規性っていうところであるならば、新規性の趣旨はこうだからこう解かなかったらいけないっていうのは実はあるんですね。で、僕はこれを強調して授業の中で言ってるつもりなんです。で、許容性と言っているのは実は条文です。で、条文は自分でも分かるじゃないですか、ね。で、もちろんこれは強調しますっていうのはあるかもしれませんけど、これって、ってとこね、これ何条だからと言ってもあまり授業には示さないと思ってるんですよ。で、もちろんこれも言いますけど、この2点の観点から解くってことになります。ただ、これあまり強調されていないよね、必要性って。なぜでしょうかね。これ今日の少しポイントになるんですけど、僕らがやっていく知的財産権っていう法律ですよね。これって普通の法律とちょっと違うんですよ。通常の法学部だと大体3年から4年にかかってやるわけです。正確に言うと、法律ってこういう王道があるとするならば、知的財産権でちょうどこの際やってるような感じですかね。際、王道は1から2年とかね、やるような民法とか民訴っていう科目は聞いたことありますかね。まあ、司法試験を受ける方は一般的にやるかと思うんですけど、この科目等が分かっていないと、この際って普通分からないようになってるんですよ。でも先生そんなことないんじゃない？だってこの試験って8割は理系ではない。そうなんですね。これが不思議なところなんですよ。通常法学部だとこの際って、これが分かった上で3年から4年にかけて普通やるんですよ。3年、4年時間やるってことになってるわけで、ね。これ分かんなかったら分からないんできてるんですよ。だけど受かりますよね。なぜだろうというところだけど、これは不思議なところということですけど、これは理由があるんです。まずちょっとベン図書きますね。財産って2つあるんです、日本には。1つは有体財産、形があるものです。動産、不動産って聞いたことがあるでしょ、ね。これがまず前提としましょう、1番。そしてこれ無体財産ですね。有体財産があって、で、こちらの側が無体財産ですね。ですね。で、
弁理士さんって務貸貸借の専門家だと言っておりますので、これ1番、2番、3番としましょう。本当は2番と3番、すべてできてってことになるかと思うんですよ。しかし、実際事務所を含めてやってる大多数が3番のパーツなんですね。ここだけ。権利を生み出すっていうパーツです。これって優待財産ないでしょ。例えば、動産、不動産で権利を生み出す。権利はあるじゃないですか。これどう使っていくとか、問題が起きた時どう対処していくのかってやるのが司法試験なんでしょうね。1番。でも、無滞在さんって2番っていうパーツもあるわけですよ。3番のパーツって出願をしますと。で、その出願が審査の対象になりましたと。で、それが通るか通らないか。で、通らなかった場合、どうやって対応するかって学ぶんですね。これはもう一般法やっていても関係ないところなんで、理科系でも初めてやった方でもできるわけですよ。しかし、設定努力になった。設定努力になったら、そこからは財産権ってことになりますんで、財産権になってしまうと同じってことになります。似てるんですね、ここからは。そして、優待財産の方が先に歴史が始まりましたので、形あるものからまず入っていくのは普通ですよね。始まった。で、じゃあ無滞在者のかぶったところについては書いてないところ、ないしは優待財産の書いてあるところについて一部修正しているところがちゃんと書いてあるわけです。となると、2番のパーツを分かるためには民法から見てどうですかと分からないと解けないんですね、絶対に。ここって。これ一番独特のところ。で、これって最近の試験だと約50%出ますよね。産業財産権ね。あと、著作権不正競争防止法は全て2番です。3番というパーツがありませんので、全て2番って話になります。民法の修正だとかね、そんなことになりますんで、なかなか実はこれ難しいんですね。だから、この1番のパーツ、2番のパーツが普通、弁理士さんでないというか、受験生がないので、おそらくほとんどの講師の方も問題解きはここなんでしょうね。許容制度、こればっかし言うわけですよ。分かんないから、何条に書いてあるだろうってことね。で、普通は違って、実はこの部分から見てアプローチで普通やっていくわけですよ。一般法だったらこういうことになるけど、なんでこんなことを聞いてきてるのかなっていうのを考えるわけですよ。で、一般法のところに実は回答があったりするんですけども、これってやっていないと不可能でしょ。ね、これをやっていくのはこの講座ってことになるので、かなり変わっています。そういった意味では変わってる。だから、なぜなぜとか、題は一体何、なぜ、そして必要性の観点から解けるようになっていくので、1問やったら10問解けるんだっていうコンセプトになります。で、まずこれが担当のポイントになりますよね。じゃあ、担当特化だから論文って全くやっていないのかというと、そうではないです。ね、まず、すべての論点について喋ってるはずです。2年目以上の講座以上に喋ってるはずです。で、さらに、問題の読み方ってこれ普通やってると思うんですね。僕もやっています。こう読むんだ。読み方を教えてます。これ読み方ってやっぱあるんですよ。現代国語じゃないけど読み方ってありまして、こう読んでいったら絶対解けるっていうのがあるんですね。それをやってるというのがこの講座の中身ということになります。だから、5月に入って担当通過をしましたと。べらぼうに点数でした。どうしたらいいんでしょうかと言ったら聞いてください。これは教えます。一月があったらなんとかなるのが今の論文試験だと思います。で、またちゃんと論証を喋ってるはずなので、この論証入ってる方は意匠商標の論証パターンについても多分できるはずなんですよ。で、そうなるように話してるはずです。それをしっかりと聞いてもらいたいのかなっていうのがまず前提となります。で、一応これガイダンス的なものですよね。じゃあ、早速今日の冒頭であるところの知的財産権とは何かって見ていきましょうか。ね、で、通常、財産権って2つあると僕らは習うわけです。で、まずは優待財産。で、僕らが大学生の頃ってこれを中心に勉強していました。形あるものですよね。動産だったり不動産ってものです。これに対して弁士が使うものが無滞在産と言います。無滞在産、形がないから無滞在産、あるいは知的財産権と言ったりします。これがさらに3つに分かれてるんですね。産業財産権、これそういう権利があるわけではないです。学問体系です。あるいは不正競争防止法、これ法律ですよね。または著作権、これも法律です。で、大きく言うと3つにこれ分かれます。まだ他にもたくさんあるんですよ。あるんだけど、この3つが分かっていれば大体そこから応用で解けるんだってことになります。
まあ、正直に言うならば六法に当たるんでしょう、ね、六法。そこから何でも一応 解いていってるでしょ、明行先生でね。僕らも同じです、そこはね。でじゃあ具体的にどういうことを言ってるのかと、少しこれ見ていきましょうか。あのレクトの間で DVD オプションが皆さんに送られてきたとしましょう。さてお客様は一体何になったんでしょう。これ難しいですよね。皆さん所有権者になったんです。このお皿の所有権ってありますね、絶対的な支配権です。使用しようが収益をしようが処分しようが関係ないっていうところをこれもらうわけですよ。まあ、ロット番号がついていればそのロット番号についてはどうしても関係ないってことになります。これ皆さんのものです。でもその中に課題されている著作物ってありますね、講義内容。じゃあこれ勝手に所有権者ってコピーして転売等をやっても良いんでしょうか。いい感じがするじゃないですか。でもそれはダメなんですね。そのお皿だけについて使ったり販売できたりする権利が皆さんにあるっていうだけです。そこに課題されている無体財産についてはレックにあるんですね。でそういった意味では有体財産と無体財産って分かれてくるわけですよ。なかなかこれ難しいでしょ、そうなるとね、うん、でそして知的財産権でさらに分け方っていくつかあるわけです。さっき分けたのは産業財産権、不正競争防止を著作権。なんで分かれるかというと、一つは管轄官庁の違いです。で産業財産権は特許庁という役所が管轄しております。僕らの監督官庁ですよね。あと不正競争防止法、この不正競争防止法は経済産業省と特許庁のもうちょっと上の機関が扱っています。でさらに著作権、これは文科省の外局たる文化庁という役所が扱っているんです。だから体系が一応違っているんですね。でこの中で一番中心課題はもちろん産業財産権、特許、実用新案、遺書、商標が該当します。ここね。でさらにこれなぜ産業財産権というのかというと、まあ、今日見ていただくとお分かりのように特実遺書って4つ並べるとなんかあること言っていますよ、うん、戦後立法で必ず1条に立法目的が書いてあります、うん、戦後立法ね、特実遺書っていう法律は昭和34年立法です。戦後立法なんだね。目的が書いてあってこの目的を達成するために全ての条文があると言っても過言ではないんです。でこれが分かっちゃうと大体分かるってことだよね。じゃあ特許ってどんなふうに書いてあるんだろう。こう書いてあります。究極目的は産業の発達に寄与することを目的とするって書いてあります。あ、産業の進歩っていうのを目的とする法律なんだってこれによって分かりますよね。じゃあ実用新案、特許よりもちょっとレベルが低い特許だと思っていただくと良いかなと思います。あの健康スリッパみたいなものでしょうかね。あるいは今だったらマスク、うん、マスクね、簡単できるじゃないですか。レベルが低いかもしれない。だけど実用新案って今日はやらないんだけども審査をしないで一応権利を与えるんですね。早く権利化になりますので、まあ、権利行使がしやすいっていうのがあるよね。だけど安定性がありませんので特許を取れるんだったら特許かなっていう感じはするんですけども、今の自負から言うと実案でっていうのは結構今注目されていますよね。まあ、1年ぐらい前からそうなってる。でこの実用新案を見るとこれももって産業の発達に寄与することを目的とすると書いてありますので、まあ、産業発達が目的なんだと書いてあります。じゃあデザインたる衣装ですね、衣装、物品等のデザインです、衣装。じゃあこれはどう書いてあるかというと、これも産業の発達に寄与することを目的とするって書いてあります。産業発達が目的なんだ。でこの目的を達成するために全ての条文ってあると言いましたよね。となると似ているんですね。じゃあ商標は、商標ってネーミングです。じゃあネーミングって、うん、あの衣装特許実用新案のようにこれちょっと見なかったけど創作を奨励しって全て書いてあるね。発明を奨励しって書いてあるね。発明を奨励し、あるいは考案を奨励しで発明考案って定義に書いてあるんだけど創作だと書いてあります。で創作を奨励しているんですね、特許法実用新案法。衣装ってデザインなんだけどこれも実は創作ですよね。衣装の創作を奨励しって明確に書いてありますので衣装法の第1条です。創作法ですね、創作法、うん、特実いは創作法です。創作三法と言います。これに対してネーミングって創作でしょうか、どうでしょうね。いや作ったんだよって普通言うでしょ、新しい名前って。でもどうかな、
特に文字商標ってありますね、レックタック、これってアルファベット26文字の順列組み合わせっていう感覚になりませんかね。単なる選択をしましたっていうだけです。選択をしたと。価値ってありますかね。特実異、ゼロからあるものを作り上げたんです。価値物ですよね。これに対してネーミングって選んだだけでありますんで、価値が普通ないと言います。じゃあどこに価値が生じるかというと、この名前を使ったことによって値する業務所の信用が価値物になるわけです。簡単に言いますね。例えば今この紙があるじゃないですか。これ1枚破きました。じゃあ損害賠償って来るんでしょうか。まあ、厳密には来ますよ。でも商標ってこういうものなんですよ。価値が全くない。じゃあこれもしここにいろんな情報が書いてあるこういうテキストがあって破いたと言ったら価値が違ってくるでしょ。まあ、これが信用と言われてくるものになります。だから商標は使わないと無価値物なんです。この点が創作三法と違うんですね。で目的見ると多少違っていますよ。商標、産業財産権法4法なんだけど、商標目的見ると産業の発達に寄与し、合わせて業者の利益を保護するんだと書いてありますんで、2つ目的が書いてありますね。ちょっと違うんです。ネーミング、名前よかったらどうなります？もし名前がなかったらって感じがいいかもしれないね。なかったら似たようなものが出回ってしまって、あれからお安かろうっていうものが流通の中に流れちゃうでしょ。で独占権を与えて清浄しますと。そうなると安かろう悪かろうってものはなくなりますんで、産業界の協業支障って保たれますよね。産業発達しってなるじゃないですか。でそしてこの名前を目指して物を買いましたと、同じものを絶対購入できるわけですよ。一般大衆って欺瞞されませんって話になるので、一般大衆の利益を守るんだってことになっております。いい？だから商標を使えば使うほど価値がぐーっと上がるんですね。これに対して創作法ってどうかな。特に特許、作った瞬間って価値がありますよね。新しいものですからね。で実施化するともっと価値が高くなっていって、だん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 時代とともに下がっていって、最後はゼロになるってことになります。もしそうならなかったらどうかな。めちゃめちゃ古い特許は残ってる、エジソンの電気の特許は残ってるってことになると、今講義は多分できないはずです。これ承諾を取らないとね。かえって産業の進歩発展にとってはマイナスになりませんかね。だから特許実異というのは一定期間経っちゃうと権利が消えちゃうと、いわゆる存続期間であるわけです。じゃあ商標どうでしょうか。商標、あるものを選びました。レックでもタックでもいいわけですよ。選んで使った、使えば使うほど価値は一般的に高くなりませんか。で商標権者としては保護してもらいたくなりますよね。価値が上がっていく。だけど脆弱ですよ。ガラスのカップに近いっていうのが商標ですから。ね、でそう知ってるでしょ。そして長く保護することによって第三者って何か問題があるかっていう点です。もしあるんだったらこれはまずいですよ。長く保護しちゃうとないでしょ。例えばね、バラのスチームを見てみました。どこに行きます？高島屋ってわかるじゃないですか。あるいはそうだな、ライオンの図形ってこうありますよね。図形とか立体的なやつね。僕見た瞬間三越じゃないって間違いなく絶対行くわけですよ。となると間違って一般大衆を欺瞞されちゃうこともありませんので、一般大衆から見たってプラスになるわけですよ。だったら商標については使えば使うほど価値が高くなって、そして更新さえすれば半永久権でいいんじゃないっていう流れになります。だから商標だけ更新制度ってあるんですよ、そこはね。でも使わないものもあるので、10年区切りに更新ってさせるんですね。選択物って数に限りがありますから。わかります？アルファベット26文字で3文字を作れと言ったら、組み合わせってパターン決まってるじゃないですか。使わないものがあれば邪魔じゃないですか。創作って別のものを作ってしまったらいいんでしょ。そういう構成を取らないから商標って更新っていう制度があるわけです。こうやって理解するのね。で何を言いたいかと。でさっき言ったように、僕らやっていくのは知的財産権一応全般やるわけです。ここに上がってるように、産業財産権、特実技、あと不正競争防止を、著作権ってあるんですけども、まず産業財産権が一番の根幹になります。根幹、科目的にはね。でこの根幹たる科目についても、特実技商って同じウェイトレスかというと実は違います。ね、特実は創作三法と言いましたね。
で、別で書くとこんなことになるんじゃないですか。ここ相互関係ね、創作法と協業法に分かれます。僕これパワポのスライドに書いたんですけど、特実はここ創作の一番左の方にありますね、うん、対極にあるのが商業法という商標でしょ。商標って創作ではないじゃないですか、うん、本だから言うならば、あのまずここをやっちゃうことですよね。まず特許、これ創作の親玉でありますので、まずこれをやる。そして協業法たる商標をやる、うん、で衣装はというと真ん中ですね、うん、デザインってあるじゃないですか。でビトンのバッグでもいいですよ、 LV、 あれって、まあ、商標でもあって衣装でもあるんですけど、あれって商標的な姿勢もあるでしょ。あのモノグラム見た瞬間にどこだって分かるじゃないですか。このその一面で、あ、いいなっていうのもあるよね。デザインでかっこいいなってありますよね。衣装的視界も実はあります、うん、となると衣装って商標に近い側面がある一方で、作ったんでしょ、あのデザインって LV っていうマークをね。となると特許にも近いんですよ。となるとこの2つをまず制覇した後で衣装を見ると、いろんなことが実は見えてくるんです。衣装ってなぜ衣装ってあるのかな、創作に近いっていう側面がある一方で、いや商標にも近いよな、どの立場から見るかによって変わるんですよ。富士山って角度によって違うでしょ。あの僕ら見てるの、僕は東京ですから、山梨サイトから見てる富士山って見てるわけです。だけど三保の松原って行ったことありますかね。僕10年ぐらい前子供と行ったんですね、うん、で行きました。静岡から初めて富士山で見たのね。同じ富士山だけど形が違うわけですよ。でさらに飛行機から見るとこう丸い空洞になってるでしょ。違いますよね。見方によって違ってくるわけです。衣装もそう。だからどっから見るかによって見解違ってくるのが衣装っていう世界になります。となると特許をやって自商標をやって衣装をやるとよくわかるのね。実用性も特許に近いからほぼ同じです。となると科目数としては特許が1、商標 0.8、実用性はもう 0.1 もありませんので、あと衣装真ん中でしょ、 0.4 ぐらいのウェイトしかないんですね。でこれ根幹科目でありまして、何個やってることになるのかな、だいたい2科目くらい、4科目でもね。この点が司法試験と違うんですよ。司法試験って6法といったら6法そのままやりますんで、かなり違う、結構楽でしょ。さらに不正競争防止を、ないしは著作権、この商標とかの応用権近いです。特に不正競争防止は衣装とか商標の応用権近いってことになるんで、特に侵害系ですね、これ分かっちゃうとよく具体的に分かります。だから本当に 0.1 ぐらいしかないかもしれません。あと著作権、衣装に近いですね。そこから見ていって多少違うところについて理解するんです。そうするとこれ何科目になるかな、国内法だけでもそんなになく勉強できるはずなんです。これをくる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 まず回すっていうのが根幹ですかね、うん、まずこれが1点。そして先ほど言ったように、僕はこの際、今やってるのこの際だってことをいつも強調しています。例えば皆さんがよくやるような審判、審決取消訴訟ってのがあるんだけど、これってここから見るならば、もうありゅう中のありゅうです。行政法の総称の場合って、行政不服審査法、行政事件訴訟ってあるわけですよ。こっちが根幹、一般的なことになります。これに対して特許は特上なので、審判、行政不服審査法の不特不足として審判というものがあるんです。ないしは行政事件訴訟の特則として審決等取消訴訟ってあるんですね。でこれが当たり前だとって、こっちの世界だけやっちゃうと見えちゃうんですよ。でそうではないから、ね、まずこっちが中心なんですよ。でこれについて話していきたいと思ってるのね。特によくね試験問題出てくるんですけど、特許について専業自主権設定されました、特許権者ってライセンスできないんでしょうか。できないんですよ。それはどうしてかというと、専業自主権は有益物件であって制限物件だからって僕らは習うわけですよ、うん、有益って何かというと、使用と収益の権能を握っているものを有益と言います。で、いわゆる所有権を制限するから制限物件というんですね。したがって専業自主権設定されました、特許権者は有益権能と制限されてくるわけです。使用収益権限がなくなるんですね。したがってもし特許権者が専用自主権を設定した後に実証を行ったという話になれば、使用してはいけないということに反しますので、専用自主権の侵害ということになるわけですよ。
あるいはライセンスをしたって話になると収益できませんと言ってるのにできるって話になるので、これもできないんです。ただこれ名分上書いていないんだよね。書いていないんだけど、これ一般ルールとちゃんと分かっていれば分かるはずなんです、ね、そういうふうに担当に書いてあるからじゃなくって、そこから理解するんです。これは理解できないと多分今の論文ってきついですよ。今論文って論証系出るじゃないですか。特に今年から一生商標ってきついよね。まだいいんですよ。まだ受験が変わったと言ってまだ過渡期だから、今年初年度でしょ、ね、まだ何年も先の方が残ってるわけですよ。で相対評価だよね。おそらくそういうふうに書かなくても受かると思うんですよ今年は。でも変わったぞって僕言ってますよね。こういう方はちゃんと勉強し始めたってことになると変わると思うんですよ。適当に書いたら受からないってことがやってくるんです。もう担当そうでしょ、適当に書く問題だけやっても受からないっていうのが変わってるよね。難しいもん正直言って。昔以上に今そう変わってる。その現状をよく認識してもらいたいっていうのは本当のところです。でこっから解くんですよ、解く時って。でさらに僕らってこれだけではないよね。今ここでお話をしました、応用するんだぞという話をしました。でも実際上これだけではないじゃないですか。勉強ってパリ条約、 PCT、 マドプロ、ヘーグ、ジュネーバクとかやるでしょ。めちゃくちゃたくさんあるじゃんって。通常だったらみんな嫌がりますよね。なぜ条約って嫌なんでしょうか。僕も嫌いでした条約って。理由は2つ。1つは国と国との文書より合意だから。国と国との文書により合意だから。で国ってそんなに合意できることってたくさんありますかね。多分ない。国内法規考えてみてくださいよ。作る際だって民主党と共産党で多分違うこと言ってると思うんですよ。でも最後は妥協するんですよ、日本人だからっていうところでね。そこで結構要件効果で細かく書いてあるわけね。しかし国同士ってことになるとなかなか厳しくないですか、全ては。だから合意できることしか書いていないんですよ。結構抽象的、結構なんだろう、空洞になっちゃってるんでよくわからないわけですよ。まずこれが1点で、もう1点が成分ってありますね。条約の成分です。これって英語かフランス語かスペイン語ということになってます。これを外務省が訳すんですよね。訳文なので、んこれどういうことかなってよくわからんってことがあるわけですよ。明確ではない、その訳が正確かどうかもわからないっていうのが結構あるのね。でこれ一体何かなってわからないので皆さん嫌いなわけですよ。よくわからない。じゃあどう解いていったらいいんだろうというところってポイントになるじゃないですか。僕も考えました。これはね、僕は、担当は4度落ちてるんですね。4年目に受かったから3度落ちたのか、ね、4年目受かったんですよ担当って。5年目で最終的に受かったんですが、担当論文通過をしたんですけど、すごい大変だったのね、当時の旧試験だから。もちろん今日ちょっと紙読めなかったけど、基本書って一生懸命読んだわけですよ。これ基本書です。これ青本、こんなに厚いのよ。築城的に書いてあるんで、こんなのに読むのはすごい大変。読んだ方がいいけど、まあ22巻出たら解説したりするかもしれないから、そうしたらまた買ってみてください。こんなこと言ってるんだっていうのが分かると思うので、自分でやったらダメです。めちゃくちゃめんどくさいから、これってね。あとはこれ網野先生の初版の、基本書です。中身はめちゃくちゃまずいから、これ基本書です、ね、でこういうことを読んでやっていて自分でまとめたもんなのね、論書とかね。だけど今これやります、大変でしょ。僕らの頃受験期間ってそんなに進んでいなかったんで、自分でやったもんなんですね。読んでまとめてレジュメにしってやっていたもんですよ。だからなかなか受かんなくてつまんなくなっちゃったのね。今そうでなくてもいいじゃないですか。これが何かというと、僕の書いたクレストというレジュメになります。全部集約してるんです。で元々はこれアドバンスってレクの定番ってありますよね。聞いたことないか。築城的に特許の条文含めて書いてあるものがあるんです。これアドバンス、各条文単位で全部書いてあるわけね。築城的に書いてあって、担当の問題出ていて解説の道を書いてあるわけです。悪くはないんだけど、僕これもう作ってからも二十何年手を入れてないんですよ。共通のテキストになっちゃったんで。いい悪いはありますよ。みんなが使うから共通がいいってことがあるでしょ。まあこれはいい点だけど、これ編纂の仕方ってあるわけですよ、作った人から言うとね。何かというと、この問題の選定の基準がちょっと違うんですよ僕と、これは一体何かと。これ以外に問題集ってあるじゃないですか。問題集で一番直近の問題は普通やるんですよ。
じゃあこれ何をやるべきかというと、一番基準的な問題ってありますね。簡単な問題。これをベンチマークにこの中に消え込んでしまうと覚えちゃうんですよ、まずは。その簡単な問題さえ覚えてしまったらそこから解けるはずなんです。これを意味するために作ったんですよ、もともとは。でも今そうなっていない。よく手を入れているわけではないから。さらに聞く状態は結構これ面倒くさくって、日本の法体系はパンデクテンだと聞いたことはありますかね。パンデクテン。パンデクテンとは何？またこういうことを言うから、来なくなっちゃうかもしれませんけどね。これこういうこと、パンデクテンとは。こういう数字、どう解きます？ 5x プラス 6x。x を前に出して、5を足す6ってやるじゃないですか。で、すべての共通事項が、実は総則という形で前に書いてあるわけですよ。前。これ5は審査という小としましょう。6、審判という小にしましょう。この共通ルールが総則という形に前に書いてあるわけですよ。これが1から28条なんだよね。で、地球上でやればまずこっから普通見ますよね。でもこれって審査も審判も分かった方が見て初めては理解できるようになってるんです、実は。でもこっからやってしまうので失敗するわけです。もう何度も失敗しましたよ。読む講座僕3回も受けましたんで間違いはない。それはそれはそういう読み方をしてしまったからです。正直言うと教えてくれなかったからです。こう読んではいけないんです、読む時って。ね、だからどういう意味かといったら、こういう単元でまずやっていくんですね。で、さらにこの各論どころも審査審判っていうところも総論と各論に分かれてるんですね。すべて総論各論、ね、だからまず審査の問題だといったら審査の各論から普通見るんですよ。各論から見てそこに書いてなかったら審査の総論って見るんです。そこにもないなと言って初めて総則って見るんですよ。そうなってるんだけど、これ教えてくれた人っていないでしょ。だから時間かかるわけですよ。よくわからないってことになるわけ。特にこの総則の中に補正ってありますよね。補正。クレスリー通知がやってきた。補充訂正で直すんだっていう箇所があるわけですよ。これ総則に書いてあるわけですよ。でも通常こう習いますよね。出願を行いましたと。審査請求をやったと。立体自体が始まりましたと。いや、問題があったんで、クレスリー通知がやってきましたと。意見書を出します。合わせて補正書を出すんだ。習うわけですよ。僕もそう習いました。となると、いや、補正って審査の時しかできないのかなって普通思っちゃうんですよ。これは誤解。だったら審査の章に書いてるはずですよ。で、そうじゃなくて前に書いてあるということは、審判でも再審でも補正ってできるんですね。一応それも書いてあるんだけど、これをカウンターしちゃうんですよ。で、そうすると、はってなと言って分かんなくなるんですね。だからパンデクテンでやってはいけないんですよ。まずは各論からやるべきだって言ってます。この各論のところが実はこれ単論共通事項なんですね。単等論文共通事項は各論のメインテーマって話になります。で、これについてアドバンスに近いものを書き換えたのがクレストって話になります。クレスト。だから全て単元別に書いてあるわけですよ。地球上ではない。単元別で単論共通事項についてまずこれでしゃべります。多分これはないだろうね、こういうテキストってね。ない。こういう基本書みたいなものすべて当て込んで、各論から説明する。で、これができれば、多分論文にも全部使えることができるようになるのね。これをやってるのが、この講座ってことになります。で、さらに最後ね、さっきの流れになるんですけども、僕はさっき言ったように、一般法から解くんだということをお話をしました。で、そしてちょっと勉強しようかと思っていて、あと2つ、これ説明させてください。まず1つ目、ね、産業財産権の特殊ルールってありまして、1つは、ここ。特別法は一般法を破るってことが書いてあるかと思うんですよ。これ何かと。一般法で民法等です。民法等の規定で、ある単元があるとしましょう。で、特許の世界で特許ってあるんだね。で、同じ単元あるとしましょう。でも単元が多少違うことを言ってるとしましょう。この場合って特許の世界ではどっちを優先適用するんでしょうか。当然特許によって書き換えられてるから、特許の規定が優先適用だってことになりますよね。これ言ってるわけね。じゃあ少し考えましょう。民法第3条です。試験の共有っていう章があります。試験の共有。試験の共有。私の権利は出生に始まるといって、日本人であろう外国人であろう等しく試験って持てるわけですよ。いわゆる優待財産の世界ではね。これに対して産業財産権たる特許はどう書いてあるんでしょうか。25条です。
日本国内に住所または居所を有しない外国人は以下に該当する場合を除いては特許の協議はできませんと書いてあります。25条。簡単に言うと日本にいる外国人は特許を持てるんだと言っています。しかし日本にない外国人は一定の場合を除いては特許の共有主体とはならないって書いてあるんだよね。なんで民法とは違うんでしょうか、これ目的は多分違うからと考えたら分かりやすいんですね。これが理屈付けになるわけです。いい？例えばそうですね、日本人の外国人だろうが不動産を持つことはそんなに問題がないと思うんですよ、一般法ね。しかし特許を持ってしまった日本に住んでない外国人って何をするんでしょうね。特許って実証しないと産業界って新発展しないってなんとなく分かりますかね。例えばね、僕は山形県が田舎なんです。で昔は新幹線がなかったもんなんで電車で8時間ぐらいかかって行ったもんなんですね。今新幹線に開通されてるんで約2時間ぐらいで行きますよね。もうちょっとかな、行くんですよ。でこれによって物流から何か全て変わりましたよね。産業で新発展したわけでしょ。で新幹線って新しい技術じゃないですか。これを自主化しないとならないんですよ、そのように。でも在外の外国人って権利を取っても多分自主化しないんだね。逆に交渉するっていう面倒くさい方なんですよ。だから在外の外国人は基本的には権利を取れないっていう構成を取ってるんでしょ。でもその一方で在外の外国人って日本にいらっしゃるんだよね。国籍が違ってもね、日本で特許を取った以上は多分実証するでしょ。だったら産業の進歩に貢献する者って話になるんで権利を取らせるんだって理解するわけですよ。でこうやって理解されてすることってないでしょ、あまり。まずこれが1点。さてもう1点ね、勉強するときにこれを覚えてもらいたい。一般法で処理できるところは特別法には規定がないんだと書いてあります。ここね、一般法で処理ができる場合については特別法に規定がないんだ、何言ってるんでしょうね。主はこの被ったパーツですね、1,2,3 の被ったパーツ、このパーツ、このパーツって民法等に被ってるわけですよ。例えば侵害の証とかね、こういうところってそこで処理ができちゃうんですよ、だから一般民法じゃないと分かんねえよってことになるのね。ただ対象がちょっと違うから修正しましょうって見るだけなんです。本当はこのところって一般法はこうなっています、しかし無体財産なんでこう修正されてますって理解したかったらいけないんですね。これは難しいところね、これは僕出がそっちの方なのでそれは喋ろうかなと思っています。ちゃんとね、しないと多分理解できないと思います。はい、あと最後ね、今日やる体系なんですけども、条約っていう単元が実はあります。条約単元ね。で条約は一体どこにあるんだろうかということになるかと思うんですよ、ね、で憲法を見るとこう書いてあります。憲法の81条かな、最高法規っていう章が、憲法に規定がありまして、こんなことが書いてあるんだね。見るとね、これやって終わりですからね、はい、最高法規98条でしたね、ごめんなさい、98条最高規ね、ここ憲法、この憲法は国の最高法規であって、その条約に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は効力を生じません。憲法に反する法律、命令等は違憲無効だと書いてあります、憲法最頂点でも憲法って103箇条しかないんです。103箇条で国を動かすことは不可能だから、もう日本は国民主権でしょ。国民の代表者である国会議員の先生が集まって法律って作ってるわけですよ。だけどそこもプロが作ってるわけではないので、そこは、入りで省令とかに任せてるんだってのに書いてあるわけです。でも条約って一応書いていないじゃない。じゃあ条約ってどこに入ってくるんだろうってことになりそうですよね。ただこれ通常言います、ね、条約は一般的には憲法より下でも国内法規より上ってことになってます。これ特許は26条でちゃんと体現されておりますんで、そこに書いてある通りなのね。だから条約に関する国内法で絶対これはないんですよ。ということはね、国内法から見て条約を解けば分かるようになってんのね、絶対になってる。で皆さん勉強する一番最初の条約ってパリ条約というんですよ。パリって
一番新しい改正が1967年です。昭和42年ね。で、この一方で今特許でバンバン変わってるじゃないですか。となると、その変わってる法規って絶対パリ条約に定着していないっていう前提でないと、前提ないとおかしいんですよ。じゃあパリはどうなってるんだろう、国内で変わったパーツについてパリはどう書いてあるんだろうかというと、2つしか多分ないよね。規定がないか、できると書いてあるか、裁量規定。しなければいけないと言ってるんだったら、もうとっくに変わっています。今変わっておかしいって話になる。こう解けるかっていうところは分からないとダメなわけですよ。で、こういうところって応用っていうかな、その辺で見ていって理解していきましょう。そうしないと今の特に条約のじゃない特許法の問題、特に論文ですよね、条約と絡めて特許はどうなりますかっていうところは解けないんですよ。これをやっていきましょう、ね、こういうところをやっていくのがこの講座の骨子ってことになります、ね。まあ、それをこの知的財産権法で学んでいきましょう。まあ、一応弁士講座なんだけど、そこをやっていきましょう。そうするとこの際、さっき言った際、特許は際なんですけど、この際のところがここから解けるようになりますよ、うん、この際についてここから解けるんで、ぐーっと知識が広がるわけです。それをやってもらいたいというのがこの講座の骨子ってことになります、ね。まあ、それをぜひ何だろう、安直じゃなくしっかりとやっていきましょう。これはこの講座の骨子になりますので、ぜひ、まあ、今日体験だってことですから、模擬講義これにしましてね、あとは、実際にお会いしたときにもう少し詳しくお話ができたらなと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。